はい、えー、皆さん今日はですね6月2日ということですが、えー、本試験で試行停止を防止する方法につきまして、えー、特別講義をあレックス専任講師宮口がお送りいたしたいと思います、えー、皆さんどうもこんばんははいまあさっき聞いてる人もいるかもしれないねあの通信的なおはようございますこんにちはっていうことでね、えー、皆さん今日来ていただきましてありがとうございますでね いや、あのー、これは非常に重要なことなんですよ。っていうかね。あのー、こういう、あのー、人いるでしょう。あのー、練習にあついが本番に弱いという。ね、これはね、あのー、まあ、潜在的にはかなりいると思います。で、逆に、練習パッとしないのに、本番強い人っていうのもいると思うんですよね。で、これは勉強の世界だけじゃないんですよ。スポーツの世界もそうです。ね。あのー、オリンピックとかでもね。 なんかダークホースみたいな存在の人がこう金メダル取ったりねあの格闘技なんかでもねあの全然こう無名な選手がね優勝したりとこういうことってよくあるでしょ。これってはね私はねあのやっぱり何らかの,やっぱりその素質っていうかねそういうものがあると思うんですよ。しかしそれを一言で片付けてしまうと別にもう自分は素質がないということになってしまうんでねそこをどう克服すらというところが課題なんです。 で,で私はね、あのー、この本試験で思考停止を防止する3つの方法ということで、もういきなり答えです、私の論文ってほらいつもね、普段から授業を受けてる人は分かるけど、結論、理由型だから、ね、なんかもったいぶってさ、後から言うっていうの嫌いなんですよ、ね、うん、だからもう結論、理由ですわ、ねあの、例えばね、刑事事件で、あのー、ほら、あのー、殺人罪とかのね、 あの刑事裁判であの理由をぐダ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 述べて最後に、はい、よって、えー、懲役10年と処するとかね、えー、よって無期懲役とすると、まあ、多分ね聞いてる方はもうやきもきやきもきしてると思うんですよ、ね、もういいからもう死刑か無期懲役か無罪か言ってくれとで理由はいいからそれと同じだからもう私今日の言いたいことをまず真っ先に言います。はい以下の3点 あのね、問題は上から読んでいくのではない、ね、ちょっとピンク、あ青とピンクを、ね、こう織り交ぜながら、<laughs> 私の授業は蛍光ペンが、ね、あの持ち味です、上から読んでいくのではなく、説問から読んでいくべき、これですえこれはどういうことなのかというと、ね、ちょっと皆さん実践してみましょうか、ね、この上普通上から読んでいくわね、なんであの、いや、説問から読んでいくんですかと。はい、それでは えっと皆さんね、えー、どれから行こうかなよしじゃああのー、2ページに去年の過去問がありますけどこれ行ってみましょうかねはいこれ結構長いよね結構長いんで、まあ、上真上から読んでもいいんですけどもう読まないいきなりね説問1から読むんですはいいいですかはいじゃあピンクでいきましょうはいこうが 平成30年6月1日にパリ同盟国であるとともに特許法条約の締約国でもある X 国において A を基礎としてパリ優先権を主張して B をした場合 B についての優先権主張が認められることはあるかと、ね、もうだからパリ優先権が認められるか否かなんですよ。ね、それであの何がポイントかよく分からんでしょそういう時に初めて上をちょっと眺めてみるわけです。 え何だろうただ単にパリ,ユースパリ同盟国に基づいてえ第二国出願をする場合にねあの優先権主張が認められるかとえさあ、なんだろうとねそうするとねまずいいですか赤,赤ボールペンでも何でもいいんですがえ一番上を見るとですね何年何月にあの大黒戦をしたというところがありますよね。これをちょっと赤ではいあ平成29年5月1日に ねあのー、日本国内において栄養者とまずこれ赤です。えー、で今度は青ペンかなんかで黒でもいいですよそうするとほらあれもうこれ1年超えてるじゃんとでこうやってその、あのー、1年以上とかメモ書きするわけですよ。ねえー、1年以上ですよねだって1年1か月ですもんほらということは。 これは、えー、どのように答えますかはいじゃあ一番前の後はどうですか間違ってもいいんでちょっと答えてみてください一年以上ですよねえ。えー、優先期間こ超えてますよねダメでしょね、そうです普通ダメだと思いますね。しかしその後ちょっと見てくださいえー。 はいいいかミドレンジャーで塗るよ特許法条約の趣旨および規定に言及しつつ説明せようと、うん、なんか趣旨まで聞いてるとしかも特許法条約とまであの言ってるはいで特許法条約の趣旨なんだとええー、これはもう皆さんねまあ何も教わってない人はもう答えが出やんのでもう右を見るしかないんですけど 見ててくださいいもう答え書いてあります、はい、3ページ、手続きの統一化および簡素化を目的と知ると、手続きの統一化および簡素化ねで、これはもう模範答案なんだけど、実は特許法じゃなくて隠れた趣旨がありまして、ですねちょっとそれは私が今から手書きで書きますけども、はい、はい、いいですか、赤で皆さんも書いてください、手続き上の貸しからの救済、これもあるんですよ。 はい、手続き上の貸しからの救済を図ると、ね、何かミスをしたときにリカバーするということですわ、ね、そういうあの趣旨もあるんですよ、特許受諾というのは。あの入門の人でもこれは学びますよね、例えば、えー、外国を書面出願の翻訳文をあの1年4か月以内に、まあ、はあの出せなかったと、ね、その後あの、えー、っと、経済産業省令で定める期間内に、 出せますよね、まあ、1回通知が来ますけど出しなさいという通知が来ますけどねでそれでもダメだったら取り下げたものとみなされるんだけど、えー、さらに正当理由があれば復活するというね、はい、この辺は、ねまあ、実は PLT ・特許条約の12条というところに、ね、あるんだけど今回は優先権なので、はい、これは PLT13 条というのが答えになります。ねはい、特許法条約13条約 ここを見ると優先期間を超えてもまだ2ヶ月いないなら、ええ、今回13ヶ月でしょということは12ヶ月は超えてるけどまだその超えてる期間が2ヶ月いないとだから救済されるんですよ、ええ、だからねあの1年超えてるからダメだと思いきや、はい、認められることはあるかという問いに対してはことがあるというふうに答えることができるわけです。 ねうん、だからね、やっぱりその何が聞かれてるかっていうところをねこの台を外すことなく答えるためにはもちろんある程度のその基本知識は必要ですよただ、基本知識がなくても PLT ぐらいだったら一条から順にこうめくっていってねあ,あったみたいな感じで探してもいいと思うんです。ね、はい じゃあちょっと次、見てみましょうか、ね、あのあ次というのはその縦位置ですよ別に過去問解説講座じゃないからね、はい、大把握のための努力を惜しまないそう大把握のための努力を惜しまないと、ねえー、ビジュアル的理解にも努める右脳と左脳五50対50の割合で稼働させ、ねそれでえー、直感的理解と あの論理的理解により大把握ミスを撲滅させることができるそしたらねこれにうってつけなのは、えーはい、あの10ページこれですねえー、っと去年の遺症法です、ね、ちょっとね、あのー、見ましょうねえ遺症法において一つの遺症として認められるものを 二乗れその他の関係する条文に照らして説明せよとただしいわゆる画像遺書には言及しなくていいぞとまずねこの遺書法によって一つの遺書と認められるものを二乗その他の関係する条文に照らして説明せよというたった一行問題よねでこれはこれで非常に抽象的で難しいんですよ。 これはもうあの上から読むしかないんだよね、たった2、2 3行しかないんでね、でえー、ここでまず1つの衣装として認められるものっていうキーワードが出てきてるでしょ、えー、でその衣装法その他の関係する条文って言ってますから、あの1衣装というキーワードが出てくるような条文、それは7条ということになるわけですよ。 7条その他の関係する条文というところを7条というふうにねうんあのメモをしておいてください。さあそこで遺書法のね7条という条文を見るわけです。そうするとえこういうふうになってますね。遺書徹さんは経済産業省令で定める物品の区分により遺書ごとにしなければならない。でえと一遺書一出願というキーワードがございます。 はい、なので、えーっと、このありきたりのことを書いてもね、面白くないわけですよ、この問いに対して。ということは、ねえー、こういうことを言っているんじゃないかと、2以上の意象であっても、2以上の意象を含んでいるように思えるが、 はいえー、2以上の遺書を含んでいるように思えるが1、1称と扱える場合これをね、1、1称と扱える場合について聞いてるんじゃないかとこういうふうに大把握できるんですよ。ええ、だってね、1、1称、1質化の原則をもう明らかに満たしているものをね書いても面白くないじゃないですか。 本試験レベルでで聞くわけがないんですよしかも、配点40点ですよ。ほんなね、1、2行で終わっちゃうじゃないですか。だから、2以上の衣装を含んでいるように思えるが、1衣装として、えー、扱える場合。はい、じゃあ、あの女性の方はどうですかね、なんか思いつくもの。おそれですよ、組物ですわ。ねはい、じゃあちょっとあのメモします、今、組物が真っ先に出ましたからね。ははい、いいいいと思いますよ、はい じゃあ、あの、こちらの方はどうですか?。ええ。何でもいいですよ。お、動的もいいよね。だって、動く後と、あ、あ、動く前と後。動的いいと思います。はい。じゃ、あ三番目の人、ちょっと具志堅洋行のような雰囲気の人。わかりません。ね、えー。ちょっちとわかりませんって感じですかね。はい、じゃ、あどうぞ、次の方。ああ、そうですか。じゃ、あ女性の方どうですか?。 関連書。えっ、ー、とね、関連はですね、完全に本書と関連書は別々なので、これはちょっとね、あげない方がいいです。ええー。でもね、関連は、実はね、問題にも出てこないんですよ。ということで、実は、今年の衣装法には関連書が出る確率が非常に絶大です。<laughs> 今年の予想。はい。じゃあ、後ろの女性の方、どうですかちょっとパスネット。はい。パスネット。はい。 じゃあ,あの篠原監督、お部分衣装,部分衣装ねどういう意味で、だって部分衣装って言ったってね、なんかあのどういう場合がその2以上の衣装と思えるんだけど、1衣装になります。あ<ー>あー、こういうやつか、つまり、あのー、絵で描くとこういう感じはね、ちょっと下手くそな絵でごめんなさいね、超下手くそなんですけど、ね。 うん、車の絵をちょっと描いてもらって、ほら、これですね、えーはい、つまりタイヤ部分、えーあの、タイヤ部分ねあの、タイヤはちょっと五乗参考の疑いがあるんだけど、ちょっとそれはさておき、あのー、離れてるじゃないですか、ね、衣装登録をおとする部分が離れてますね、前輪と後輪で。でも、これ、形態的に一体です。 機能的にも一体です。前輪と後輪なくてはならないんで。こういうのは離れてても一位小扱い。ね。はい。まあいいんじゃないですかあとはね、まあ思い出し思い出してもいいんだけどね。あのー、トランプなんかもいいんじゃないトランプ大統領じゃないよ。ね。そういうのを何て言うか知ってますかトランプみたいな、あのほら、52枚。で、あの、一つのトランプという商品になるわね。でもトランプの一枚一枚見ると離れてないね。カードとしては。 だから物理的にその52枚だから52個の異象と思いきや全体で一異象こういうのを何て言うか知ってますか誰か知ってるでしょそういうのを何て言うでしょう誰かわかりませんじゃあ俺が言います、はい、合成物といいます合成物ね今年のね入信作品にも書いてますよトランプの絵が書いてあってこういう合成物も一異象にするよみたいなね はい、こういういのがあの答えになります、ええ、もうこの辺上げればもうまず合格点でしょ、ね。でしかもほら40点だから10101010 10 10 10で40点みたいなね、ええ、そんな感じじゃないですかね大体4つぐらい上げればいいんじゃないですか、うん、そういうのもねあれですよ現場思考力配点が40でしょだから多分やっぱメイン項目4つぐらい上げるんじゃないかなみたいなねそういうのもやっぱり実力のうちちょっと答え見ましょうか。 ねまあ、全く一緒かどうか分かりませんがあやっぱり4つ挙げてるじゃんほらねやっぱりそのあのちょっと全体症という見出しにはなってるけど1234やね、うんまあ、合成物質は書いてないけどねキャあの本体とキャップからなる万年数っていう具体例だけど、まあ、そういうのでもいいと思いますよ、ええね、私が今使っているような、ね、蛍光ペンも本体とキャップからなる一物品ですもんね物理的に離れてるけどくっつけば一物品ですもんね はい、どうですか、それがきょあの去年の衣装法の大把握ですじゃあ次にね、この問題2ってやつも見てみましょうか、面白いですよ、これ、ね、あの現場資格録、身につきますよ、ね、デザイナー・コは、椅子とテーブルの双方に使用でいるあの家具用足の衣装、胃を創作し、衣装にかける物品を家具用足として衣装登録を受け、衣装工報が発行され、衣装胃は高値となっている、はい、これちょっとね、青で塗ってください。 工法が発行され意は高知となっているというところはねうん、うん、だからね右の大把握メモというところも青で塗ってくれるほら意匠後方が発行され意は高知となっている、ね、だからこの椅子の足もね青で塗っていいよ縦の長方形の部分ねはいでその衣装とろさんにおいて衣装にかける物品の説明にこの衣装は あの椅子の足としてもテーブルの足としても使用できる、えー、と記載されているがい子やテーブルの図面はないと、ね。で、こうは家具メーカー、オツに衣装衣を,を提案しオツは衣に天板,天板ってあの上にのっける板、ねはい、を取り付けたテーブルの衣装をロー捜作したと、はい、だからね、これピンクで塗ってほしいんですよ。えーっとねえー 公はい、主語護公はいえーあ。ごめんあの、しまった。公はじゃなくておつわだ。おつわ、テーブルの衣装、ろう創作者。これね、すみませんね、おつわ、テーブルの衣装、ろう創作者と、ピンクで塗りました。はいそしたらあーー、はい、テーブルの衣装、ろう、ね、創作者ということで、ピンクで塗ってくれますほら、右の図。ほらこういうのがね、 要するに右脳を働かせ、下手くそでもいいから絵を描くんですよ、テーブルの衣装。ああいいじゃないですか、下手くそでもね。はい、それで次に、あのまた今後、製造・販売する意を利用した椅子とテーブル、はい、これ、青角のナンダライン、はい、これらの足以外の具体的形状はまだ決まっていないと。と、ええ、いうことは、足は決まってる、そらそうだ、足はいいだから。ね でそれ以外は決まってない、はい、これね、部分衣装を示唆してます。ねつまり、一部だけのデザインは確定してるわけよ、これ、部分衣装をかけっていう大白なんですよ。ね、だから、今からあのちょっとね、あの色を塗っていきますよ、はい、まずね、ちょっと右の図見てくださいね、足はデザイン決まってるけど、ただ高チですよね、高チなので、青の蛍光ペンで塗ってください、こんな感じで。 はいね、あの足の部分全部青で塗っていいこんな感じでほら、ね、ただ点線のところは塗るなよ、はい、で今度はて、えー、っと天板やね天板は何色で塗ろうかなしょうがないねちょっとあの、えー、黄色で塗るわ、ね、違う色黄色で塗るわあの、えー、天板っていうやつねテー,ブルのほらテーブル上部の板こういう感じほらテーブル上部の板 ええはい、どうですか、こんな感じで。ね、そうであの、この問題の大ハークミスのポイントを言いますね、つまりテー,ブルテーブル以外の椅子の全体称これを書くと大ハークミスなんです、この問題、ちょっと書いといてあの、ね、椅子の全体称、まあ適当に書いてください。椅子の まあ皆さんもうちょっとましな絵を描くと思うんですけどねこれ椅子の全体称ですでこれは大ハークミスですだって他の部分はデザイン決まってないって言うんだからそうでしょで現に椅子の全体称を描いた人は落ちてますほらねうん書、うん、いてみますよねこれは大ハークミスと。 ね、でやっぱり絵描かないとこれ分かんないようん絵を描きながらやっぱりこう大把握していくとねあ他の部分はデザイン決まってないやからデザインあの椅子の全体症はおかしいなって気づかないとテーブルはいいよろう創作者って言ってるんだからねはいじゃあいいか次ねはいでオツが取りうる出願の対応すべて示しはいあかんだないオツが取りうる出願の対応すべて示しはい それらの効果について説明せるよと。で、合わせて各出願の対応の登録の可否を理由とともに説明せようと。はい、ここでね、また迷う点があるんです。というのはね、まずこの出だしの部分、オツが取りうる出願の対応をすべて示しだから、あのもうこれですべてなんですよ。 私が右のページに書いてる、えもうこの1、2、3、4、5、6で全てなんですよ。ええ、ただね、皆さん、あのー、それはいいんだけど、この例えば一番左下に書いてる俺が、ね、この椅子用足、これ書きますか、書きませんか、これ、すごい迷ったよ、俺。なぜかというと、青で塗ってる意味分かるよね、これ、今さら出願しても登録受けられないんだよ。だって、ほら、コーチになってるから、ほら、もう候補が出てもうて。 そうだ,ろうだからうわ、どうしようかな、これ、書くか書く前か迷うな、なんですよ、俺でも、プロである私でも迷います。ところが、問題をよく読むと、ヒントは隠されてる。ほ、は、ん、い、だね、いいか、この合わせてとていうところ、書く出願の対応の、はい、オレンジ、登録の可否。ほら、登録の可否。ね、つまり、イエスかノーか。っていう、ここで私はもう、 クリアになりましたなるほどダメなやつも書いてくれっていう大把握なんだなとだから結局青で塗ったやつも書いてほしいんですよいわかるだからここに載ってる6つの太陽は全部書いた上でそれでこれはいけるこれはいけない、ええ、もうねこの蛍光ペンが物語ってます皆さんあのねこのえー、っと椅子にとっつけた足の部分衣装ええ これあの天板にくっつけた足の衣装はね、もうその受けようとする部分が高知なわけじゃないですか。だから、少なくともこれは否定しないといけません。つまり、新規性はあるけども、創作容易だなということで、3条2項違反。これ、書いてみましょうか。これはもうね、新規性はあると思うよ上が、上の点線があるからね。でも、3条2項違反でしょうね、これね。ええ、右も、はい。ということです。 であのテーブルの衣装、ロはね、これはあのあれですよ、えー、天板があるから、まあ,あの登録される可能性もあるね、だからわからないみたいなあの感じもいいと思うよ、えー、あの他の登録要件をぐびするりオり OK よみたいなね、うん、この辺は、このピンクと黄色はね、えーあのまあ、登録される可能性もあるとかね、えー、逆に。 えー、まあある拒絶流に該当するならば拒絶されるでもいいと思いますまあ要するにどっちか分からないですよところが一番左下のこの足これはもう高知になっちゃうわけでしょええー、問題文に高知になってるって書いてるんだらだから311やねええー、311かいやでもね広報だからねちょっと迷うねちょっとこれ答え見ていい俺どっちにしたらな高知だから 迷うんだけど、えー、っとね、ごめんなさいね、これだけ見させてよ、足は、あのテーブル用足は、三条一項一号にしてるから、高知だから、うん、三条一項一号違反ね、観光物だからね、二号でもいいような気はするんだけどね、はい、こんな感じです、じゃあ、見てみましょうか、答案、ね、答案見てみますよ、じゃあ、まずね、お津が取りうる出願の対応、および、えー、あの登録の効果ね。 まずは、椅子の足部分、えー、テーブルの足部分の部分一、ね、じゃあね、これは、えーっとうん、青で塗っていいですよ青で塗っていいですなぜならばほら3条2項で拒絶され,登録,され登録可能性低いとほら、ねうん、で次は、ね、ピンクで塗っていいよテーブルの全体は炉、い これは、あのーうん、天板の形態が斬新であれば全体として登録要求を満たし登録の可能性があると、まあ、正直にね、まあ家庭系でいいと思うんですよ、うんはい、じゃあ次、右上行こう今度は天板やからね黄色でいいよ天板部分、はい天板部分黄色でいいわうんうん黄色で塗っちゃうもんね、はい、だからこれも、あのー、丸二のところね 牢に含まれるテーブル用天板部分について登録要件を満たせば登録の可能性あると。ね。それから、家具用足。はい。家具用足についての出願ですけども、はい、青。三条一項1、一号九条一項で拒絶されると。あ、これいいね。九条一項っていうのもね、賢いね。だってほら、もう権利になっちゃうわけやからね。うん。権利になっちゃうわけやから、まあそういったものは先に取られてると。 千賀、えー、の地位も確定してるという意味で3畳1個1号9畳1個ねいいと思いますそれから、えー、テーブル用天板だけの部品の衣装これ黄色これ黄色あいけますよほらあのテーブル用天板が斬新であれば登録要件を満たし登録可能性があるとほらねこれで何気に括弧好までしかないけどかあの6つのパターン言ってるよ、えー、括弧1で,、ね、で2つ言ってるからね括弧好1で2つ言ってるからね はい、どうよちょっとコツが分かってきたやっぱ絵を描いてなんぼやねと。はい。じゃあまたね、あ,のあれ見てくれ。えっ、ー、と、問題文ね。これまだね、問題文あるんですよ、ほら。えー、また、おつが取りうる出願以外の手段について説明せよと。はい、あかんだね。おつが取りうる出願以外の手段。はい。意外というと、ろは青ね。うん。出願はもうだめよと。ええー。なんだろうと。 で関連移証登録は言及しないと。これも青ね。関連移証触れたらいかんよと。ね、であとね最後。移証意に無効理由はないものとするさあこれは何を挙げればいいかね一番前の人。なんかね要するに甲が衣装券取ってるわけですよね。え、う、え、ん。あのかぐよわしの。そんな中おつが第三者おつがね。 えー、ここに書いてるような衣装を実施するためにはどうすればいいでしょう。ね、おが衣装権あこうが衣装剣者です。ね、権限なきおつがあの実施するためには土限すればいいでしょう。お、そうそうそうライセンスよね。いいと思います。まずライセンスちょっと書いておこうか。ね、えー、っとうんちょっといいか。あのだって出願意外だからいいよねライセンス。 ライセンスはいほかに女性の方後ろのお譲上等いいじゃないですかはいはいじゃあ一番目のやつはほかにもうネタ切れネタ切れだったらもうないですよでもいいですわかりませんないないねはい後ろの人ちょっと具志堅用語に似た感じの人わかりますンはいじゃあ後ろの人え ネタ切れああねあのー、一番下の女性もネタ切れはい。じゃあどうぞ。はい。こちらの人。はい。女性の方。はい。じゃああの、篠原監督。放棄いいですね。これでいいですよ。本当はね、ご俺の語呂合わせ的には情報らだけどね。<laughs> まあいいわ。今聞いて、あ,あの、あげた順に上げたから。はい。それでね、 いいですかこれ一般的にこれでいいと思うんですよ。一般的には。ところが、この問題落とし穴があるんです、実は。今からちょっとね、緑で塗りますからね、その落とし穴。いいですかはい、ここです。独占したい。ここです、皆さん、はい。主語は誰ね、オツ。オツは独占したいんですよ。オツは独占、大体的に実施したいんですよ。 これだったら入門の人でも分かる。独占排他権って何権と何権ですかはい、どうぞ。独占排他権といえば専用自主権。ああ、専用自治権。ね、特許だったら特許権。実案法だったら実案権。これ、異償法だから異償権。つまり、異償権と専用自主権ですよ。はい。ということで、ちょっとあの、あえねこの独占主体のところくらい矢印を引いて、こうやって、異償権。 専自試験ってメモすればいいじゃんねはいで青ペンか黒ペンで青ペンか黒ペンでメモ書きねいいかあなんかこうやって「2」は NG とほらだってそ通常自試験は独占配達券じゃねえもんそうやろはいということで放棄はね あ,のあれでしょう、今回、独占配達権を取得するあの手続きじゃないね、だから消える。はい、譲渡、OK、これは遺償権の譲渡だから、ね、だからこうやって矢印引っ張ればいい、異償権の譲渡。ね、で専用自施権はライセンスでいける、ね、ライセンスで、で根拠条文は2な1です、ええ、であと登録せない間か,から準特の。 9812ね純徳の9812ですそうですどうでしょうか皆さんねだからあの皆さんの中にはねこう過去問題やったことのない人もいるんだけど意外とこうやって現場思考力でいけるなとそうでしょ、うん、基本があればねもちろん情報らとかね情報らさいとかねあの基本事項もしっかりと身についてればの話ですけど 意外とこうやって考えていけばいいんだと。え、ね、え。だからねまずはね型を抑えることが必要なんですよだから私はね、まあ、現場思考力プラス型これだと思いますいいですか型いいですか論文に必要なのはアンド知識ねそれから現場思考力これがあればもう受かります。 これれが論文で必要ととされる力だよとどうですか皆さんねだから今まで論文勉強したことがない人でもこれはなんとなくいけそうだとむしろ面白そうだなと思ってくれればこれは締めたもんですこれは締めたもんですええー、で私ね実はねちゃんとトあ後ろの問ーン俺が作った問わなんだけどちゃんと計算づくなんですよ。配点も俺考慮しまますつまりね さっき俺ほら40点だから1項目あたり多分10点ぐらいで作ってんじゃねえかなということで4つ項目あげたじゃん。で後ろはね60点ですよ。だから多分項目的に60点になるような感じであげるんだろうなとだからねほら見てください。でしょ。で、縦2がまた10点分だから合計1つの大項目あたり10点,10点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 で合計60点だろうなっていう感じで作ってるんですよ。 おそそらくそうだと思いますよほらこうするとねおそらくその取材者としてもねおー自分たちの,あの取材のお手にうまくあの沿ってるわと。ということでよりね高得点がつく可能性があるんですよだから皆さん配点を採点からこの項目の数、えー、を予測するのも実力のうち。配点から逆算して 項目がねこのぐらいあるんだろうなというふうに予測するのも実力のうちねはいでいいかちょっとこのコメント見てくれ問題文括弧分けにおいてはい青これらの足以外から青以外の具体的形状はまだ決まっていないねなので椅子の全体形状と全体性と1組の応接家具セットの組み物の衣装は上げませんでした えー、そうですじゃあなんでね組み物をあげないかというと結局あのテーブルに関しては、まあ、全体もいけるんだけど椅子はあの部分しかだめでしょで部分と全体というこの併用は無理だから、うん、つまり何かというとあの一組の応接家具セットっていうのはねその一組の応接家具セットっていうのは椅子プラステーブルなんですよ ね、で椅子は全体称じゃないといけないしテーブルも全体称じゃないといけないんですよ。ええ、でもあのテーブルはね、まあ、全体ッ OK だったけど椅子は全体称だめじゃん、ええ。ということで全体全体じゃないといけないのにあの椅子に関しては部分異常しかデザインできないので組み物は大ハクミス。 だから去年全体賞と組物の衣装を後半で上げた人は落ちてます。問題点はむしろ上げてよかった組物は。ねえどうよ。ねえこうやって本試験というのは考えていくんですよ。だから上げ上げるべき項目と上げるべきではない項目というのをね、こうやってこの問題文の、えー、隅から隅まで読み進めていく中で、こうキーポイントとなるキーワードを見抜きながら。 ね、これだと思いながらねオリエンテーリングみたいなもんですよ。うん、えー。どうですか、はい、じゃあ次いきますね。まあ、こんな感じでね論文の極意を今やってます、ねえー。大把握のための努力をしまないこれはちょっとオレンジで塗っておきますかねじゃ,あじゃあ次3番、はい、端的な表現を駆使し考える時間を稼ぐよし。端的な表現をを駆使し考える時間を 稼ぐはいこれは黄色です理由もあの書いてますよ思考停止に陥っても考える時間が増えれば突破口を開くことができるとつまりこれはねその思考停止に陥ったら当然ですねあのそれが思いつきまで時間がかかると思うんですよだからこれはねそのもう素直に時間かかってもいいやという一種の開き直りですええだからもう思いつきまで考えよう その代わり、書く時間が減ればいいと、こういう発想ですよ。ちょっと書こうか。うん。あのー、えっ、ー、とね。か、あの、あ、そうか、高角面か、短い。時間であっても。 こ短い短時間内に合格点を書き上げる力をつける、ええあのー、ある意味短くてもいいと少なく書いて合格点を取るということですもっと端的に言うと少なく書いて合格点を取るとそういうことなんだよ。わる、ええ、でね ただ少なく書いて高得点を取るというのは一瞬矛盾しているかのように思いますだからこの考え方がなじむのは特実だと思ってください。あの衣装商標は本当に少ないとそれだけで不合格になりますからあの特実に関しては少なく書いて合格点を取れる実力をつけてほしいんですじゃあねちょっと一つあのサンプルで。 去年の過去門から見ていきましょう。じゃあです、ね、あのちょうどいいわ、あのー、6ページ、7ページ見てください。はい、で6ページ、7ページ見るとです、ね、説問が4つあるんですよ。ね、うわと思うでしょ、うわこれはちょっと厳しいなと、ね、それで、えーっとまあ、問題文、まあ、1つぐらい読んでみようか、ねまあ、かったるいけど。はい じゃあちょっと説明便利シェイは、公から A と B を有する釣り具である新製品 X の製造販売のために釣り具メーカー o があが有している特許権 Q の譲渡に関する相談を受けました。はい、で、うによれば o ツは公の製品 X は釣り具メーカー A の有する P, の P にかかる特許集めの批判に属するものであるが Q は P が登録された後に出願者にもかかわらず特許権として登録されたものであるから 特許権 Q を有していれば特許権 P が障害となることはなく新製品 X の生産場合ができると説明するとのことであった、はい、ここで一回スラッシュを入れます、はい、でそこで PQ について調査すると P は特許請求の範囲を、はい、ピンク、ね、あの P は特許請求の範囲を A を有する釣り具とする特許集めについての特許権であり、はい じゃあね、今度は黄色でいいですよ。はい。えー、特許権 Q は特許請求の範囲を A と B を有する釣り具とする特許集めについての特許権であり、いずれも有効に存在することは判明した。ね。そして赤の四角。オツの説明、イーロが正しいか否か。はい。ね。で、その後はね、理由付けとか言っているから、ミドレンジャーですわ。理由を付して、それぞれ分けて説明せろよと。 どうですか、ね、うん、はい、そしてね、ちょっと,ロっていうと文章、ていうところをちょっともう一回見てほしいんだけど、はい、黄色、特許権 Q 話、はい、今度はピンク、特許権 Q 話の後ろよ、はい、特許権 P が登録された後に、はい、黄色。 出願したにもかかわらず特許権として登録された。ええ。これで先行関係は明らかですよね。つまり P が先行で Q が抗がん。P が先行、Q が抗がん。ええ。で、右のページ見てください。はい。大白というのはこうなりますよね。ええ。が有する特許権 P はピンクでいいです。はい。オツが有する特許権 Q は黄色です。 はいね、さあ、じゃあね、こういう状況下の中でもう一回、「い」と「ろ」という文章を読んだときに、「い」は正しいのか、「ろ」は正しいのか。さあ、どうでしょう、じゃあ、一番前の、あどこまで当たったっけ、全部、一通り当たったね、じゃあ、はい、じゃあ、一番前の方から、どうよ、「い,い」は、正しい、つまり「い」はね、あのこう言ってるのよ。 あのー、新製品 X は P の批判に属するよと X というのは A プラス B です正しいですか正しくないああそう後ろの人どうでしょうはいこれはね正しいんですよ意、ね e、は正しいですはいあとで理由は言いますはい一番前の方ローはどうでしょうはいローは間違ってますよ 要するに、ね、ロはこんなこと言ってるんですよ、特許権者だから実施できるのは当たり前じゃんって言ってるんですよね、だめです、はい。今の方、ロ,ロはなんでだめか、あの簡単ですよね。利用です、そう、点点点七十二72、ね、そして正しいのは、むしろ、あのこれ、ものの発明やろ、だから2、3、1ね、根拠条文ね、で直接侵害だから、あのえっと、6、8ね。 そして議飯に属してるから70条ねほらこれで出来,出来上がりですよこんな感じでねで皆さんあのー、こ,こういう感じで質問4までいくわけですよそしたら皆さんね、あのー、あんまり慣れてない人はうわこれを1時間内に書かないかんのか大変やなと思うでしょその通りですよ大変ですよだからいかに端的に書いていくかっていうところが、あのー、求められるのでこの辺はですね 論文試験に関して指導する講師によっても全然違ってくるんですええで私はもういつも言ってる通り少なく書いて高得点を取るっていうところに主眼を置いてますからどんな答案構成がベストかというともうそれは一つです結論理由型ですはい見てください次のページほら見てください結論理由結論理由ねちょっと最後の説問だけ結論理由があの合わないんでねまあ条文ごとに挙げてますけどはい じゃあちょっと見てみましょうかまずピンクはいオツの説明は正しいとねそして理由はミドレンジャーねはい P にかくる特許者行きのいの記載は A を有する釣り竿である一方 X は A と B を有する釣りり竿であり、うん、特,許特許集めの構成全体を包含し P にかくる特許集めの技術的愛に属するからであるとねそうあ今回あれか属するか否かだけでいいのかあ,あそうやね あの属するか否かっていうところだけでいいから70条だけでいいんだね直接侵害とかまでいらないね70条1項だけで十分だわ別に2乗3項1号とか68の上げてなくても構いません、はい、じゃあ次に正しくないのであのあれ青でいきます正しくないから青でねはいじゃあいきますよ 抗がん特許権 Q にかく発明 A と B を有する釣竿を実施すると、洗顔特許権 P にかく発明 A を有する釣竿を全部実施することになるが、その逆は成り立たないので、これってあれじゃん、利用の定義ですよね、これ、利用の定義ですよね、うん、ちょっとメモしておきます。 利用の定義を生かしているんですよああで72条の利用関係が成立し洗顔優位の原則により特許権 Q を有していても X の製造販売ができずあえて製造販売をすれば、えー、P の侵害となる。ね、でこれあの四角で書く,ください「洗顔優位の原則により」と。 どうよね、これあれだよね入門レベルでもねあの洗顔湯の原則とか、ね、一方実すると他方実することになるがその逆は成り立たない一方的自主関係とかねもう入門レベルの知識ですよほーらそれをあのいかにね組み立てながら効率よく変えていくかっていうそれだけなんですよ本試験対策って。 シンプルに捉える。シンプルにシンプルに書こうという方向に持っていった方が賢いです。ね。昔ながらの検討して、規範定理して、当てはめをして結論。なんてやってる場合じゃないんだようん。それは平成一桁の時代だ。ね。はい。という感じで、どうでしょうか皆さん。ね。はい。それでね、ちょっと説問読んだけね。 あの結論理由型が通用しない問題なのでちょっとやってみたいと思いますはい弁理士 A は甲から特許権 Q の侵害について相談を受けた、はい、甲によれば帝の所在が判明しあごめんオツおよび帝から特許権 Q を買い受け移転登録も完了したそこで新製品 X の生産売を開始したところ当初売り上げは順調だったがその後売り上げが減少したはい ね、その後、売上が減少したというところを、ね、青で塗ってください。これ、よからぬことですよね。ええ、で、その原因がですね、はい、僕は新製品 X と同一の構成をする釣りざ Y を国内で製造販売することは判明したとしたのでだね、うん。判明した。要するに侵害してるやつが売ったと。ええ、でね、ちょっとあかんだらいね。ええ 母に対して特許権 Q の侵害に基づ損害賠償請求したいが、はい。で、青か黒のアンダーライン。新製品 X の利益の額は母に知られたくない。おいこれはね、面白い問題だ。つまりね、お金取りたいわけだよ、相手方から。相手方からお金取りたいんだけど、自分たちの内情は分かってほしくない。わかる 要するにほらあ,のあれだよ例えば皆さんがね自分の年収知られたくないとそれと同じだよ自分たちの会社の売り上げとか利益をね相手に知られたくないと思ってるんだよそれはジレンマだわなだからどうすればいいかとこれだからね実務に即してるんですよ本当にねそういうことは往々にしてあるのだってさ裁判に勝つためにはあの論より証拠ということわざがあるように証拠合戦なんだよ だからいかにねこう証拠をつまびらかにするかっていうところでもう勝負が決まるんですよでもその反面つまびらかになるわけですよいろんなことがそれが嫌だなとね自分たちの利益がどんぐらい出てるか知られたくないなとさあそうするとどういう手軽のかっていうことやなはいで最後の第はねここだピンクはい「高、えー、の取り得る損害額の算定方法について」 特許法の規定に沿って述べるとともにそれが、河の新製品 X の利益額は母に知られたくないとの意向にかなうか否かについて簡潔に説明せよはいもうね問題文がやってるよ簡潔にと、ええ、だからね、ここで変あの、まあ、当たり前なんだけど反対解釈としてはね長く書いたら NG ということですアウトって書いておこうか。 長く書いたらアウトということです簡潔に書けやからで長々と書く人いるんですよわざわざ問題文に簡潔にって書いてるんですよなのに長々で書くと当然言うこと聞かないなこの人はってなるわけですさあじゃあどの程度かということですねはい見てください私の答案もうね条文上げてあの淡々とねもう12行でこれですこのレベルですよね じゃあまずね、青で塗ってください。102条1項。はい。で、格好2だけでいいです。この場合、コロナ X の利益額の主張を立証をするため、公の移行にかなわない。このあはね、入門制でも分かりますよ。ええ。だって、1項というのは、原告の利益額る被告の譲渡数量ですよね。だから、原告の内情が被告に知られてしまいますよ。ええ。じゃあ今度は2項ね、オランゲでいきましょう。これは 相手方、つまり被告の利益額を立証するので、つまり損害額の推定規定なので、公の意向に沿います。だからオレンジい。ね。じゃあ次、あの参考はどうかというとね、これは相手方の売上額かけ零0 0 3と、これもね入門レベルですよ、うん、被告の,あの利益じゃなくて、売上額かけ零0 0 3、はい だからこの場合、X の利益額の自分たちのね原告の利益額の主張立証を要しないため、この意向に沿う。だから2項、3項が正解と1項はだめだよと、ほらどうよどう思いました皆さん。なるほど、本試験ってこんな感じで書いていけばいいんだとそう、ね、解雇検討がつかなかった人ね、うん、少しなんかこう見通しが立ってきたんじゃないでしょうか、ね、こういうもんなんですよ。でね よくあ,のありがちな模範答案ってね大体あれじゃない皆さんよく見るのはねこう私で言うとさ左8ページの一番左からよ9ページの右下までぎっしり載ってないか私の答案こんなもんですスかすかですこれでいいんですよむしろすかすか答案の方があの受かりますよもう今やねぎっしり答案なんて時代遅れうんこれは間違いないええだってあのもう業界で一番私のクラスからね一発合格が出てるところからすると もうやはりねスカスカとは開き直るんですよ。あのね、60点、70点を取ろうと思ったら逆に落ちます。55点ぐらいでいいや、この,かこの発想、この気分、特実よ、ちょっと意匠障害は違うよ、うん、特実は55点ぐらい取れればいいやぐらいの感覚で臨んでください。そしたら受かりますちょううど程よい感じで、うん、うん、ね 意証商標は、ね、もうちょっとあの65点ぐらいを目指して頑張ったほうがいいですけどね,ね、特実は55点ぐらいの間隔で、あのもうい,いやと開き直り、どうせ完璧な答案は書けないわっていうね、その発想が大事よ、うん、いいですか、だって偏差値54で受かるんだから、はい、アベレージ、そうでしょ、だからそんな、ね、すごい答案書かなくて受かるよ、なえー、いいですか。あの 野球でいうと、ね、ヒットでいいわホームランはもういいと打てなくてヒットでいいとデッドボールでもいいと <laughs> アウトにならなければそういう発想だ、ね、どうですか、皆さんちょうど、ね、6時なんだけど、まあ、特にあの社員も来てないからまた喋っていいということですかねよしじゃあ,、ね、ち,ょっとたあのちょっとごめんなさいねあの今からの話はちょっとあの講座の説明になるんで まあ,あの皆さんあの、無視してあのさっきの問題とか内職しておいてもいいよ、ね、ちょっと講座の、ね、説明もさせてください私、今日ねあの皆さん来てもらって純粋にこの本試験で思考停止を防止する3つの方法、ね、あのそれは今まで言ったあと思いますんで,、ね、であの担当におっしゃた人、ね、はあの論文中上級コースであるあのトータルサポートコースというのがあるわけですよ。ね えちょっとこれの,、ね、あの宣伝もしてくれということを言われておりますからちょっとだけ、ねうんまあ、あの別に取りたくない人は無視しておいて構いませんからね、はい、じゃあ論文取りに出ていてどういうことなのかと、ねはい、まず由来です、論文試験ではあの一行問題と事例問題に分類することができると、ねはい、で一行問題は青本島の趣旨を覚えていなければ書けないので。 はい、初学者は弱い傾向が見られますそう皆さん、特に入門,系入門1年ぐらいしかやってないでしょあれは本当に、初学者は一行問題できませんよこれに対しあの、ね、事例問題、ちょっと黄色いのやつね、これは、ね、そこそこ書けるんですよ、実は覚えてなくても。えー、ただああの、問題文が長くなればなるほど、ごちゃごちゃしてきますよね、つまり大迫は難しくなっています。 で大迫力はどういうあ,のあれでもってつくかというとね、答案構成の訓練をあのするんですよ、ねで。答案構成というのはね、別に古の答案書かなくていいの、ね。さっき私がやったじゃん、意、ね、証法の問題地か、ね、例えばほら合成物とか組物とか動的意証とかね、あの部分であのたタイヤの部分とかね、そういうのを、ね、あのパッパッパッパとメモ書き程度で上げていくような勉強法でいいんですよ。 うん、いきなり答案なんか書けるわけねえんだから。で答案を書き始めるとね大体もう1時間で1問ぐらいしか進みませんから進みが悪いわけですよだから答案構成の方が断然いいね大握は、はい。ということで本講座で「トリニティ」というのは今やったようにねあの三密体という意味があるんだけど趣旨対策と事例対策と答案構成こっから成り立っているということです。はい で趣旨対策編はじゃあどうなのかというと青本改正本審査基準予習時などの基本書に準拠した趣旨や理由を学んでいきますただ趣旨ばっかりやってると飽きがきますそこ,で、ね、そこでちょっとオレンジを塗るけど事例,対策の予習事例対策編の予習も兼ねて小事例対策を通じて事例問題の型も学んでいきます、ねはい、そしてなお趣旨対策編はオレンジ 7月下旬からスタートし9月下旬に終わりますがこれはね口述対策も兼ねていますええだってあの担当が終わってねあの論文に受かってるかもしれないという期待があるわけじゃないですかね自分で落ちると思っても受かることは往々にして受かるよだからあの私の講座はうまくできてるんですよ口述対策にもなってると大体いい口述してね国内優先権制度の出資を述べてくれとかね意証法3条の2の出資を述べてくれとかそういうのが多いんだよな ね、あとは担当レベルの事例問題をパネルにして出すような問題が多いんだからねだからまさに小事例と趣旨なんですよ口実もはいで事例対策編はね趣旨対策編で学んだ小,小事例の方を生かしつつちょっとあのオレンジのねはい生かしつつはいピンク本格的な事例問題に取り組みますはいで3時間とコマですがその内訳は30分演習30分解説を ね、これを3回繰り返すと、うん、そうすると3時間でしょ、ええ、中身は中上級コースにふさわしくハイレベルです、うん、とてもあの基本レベルとは言えませんが量より質に重点を置いて抗議するのでつい,てこられるしついてこれなくなる心配はありませんあのね皆さん入門の人だったらねあれやりません論基礎論文基礎録あれって何問済む一コマなんと8問から9問ですええ 3時間1コマあたりなんと8問から9問なんですよ。でもね幸いなことに論基礎でやる問題って簡単だからあのまあそれでいいんですよ。ところが中上級で扱う問題はさっきの本試験レベルと同等かそれ以上の問題を扱うのでもう1問あたりがすげえ時間食うだからたった3問しかありません。ええもうだから量より質を重視します。はいえー、と答案構成編ね 毎回、はい、ちょっとあかんだらんやね、これ特実2回あ、特実2問、衣装1問、商標1問の合計4問、ええ、つまり本試験と同じあのにあの構成です答案あ。答案は書きません、ええ、答案構成ですから、メモ書きみたいなことをやっていくわけですよ、ね、絵を書いたり、時系列書いたりね、はい、出資対策や、あの事例対策はランダムに、あの事例問題がランダムに出題されますんでね。 もういわば、あの上記23の,、ね、の集大成です。ね、はい、ここで大迫力と,とともに時間配分に慣れてくださいと解説講義は3時間フルについてますが通信のみとなる点に要注意ここはもう自主性に委ねますからね通信のみとなる点に要注意。ね うん、自,自力でやります解説も3時間フルに私の解説講義ついてますけどもそれは通信、ね、通学の人も通信とはいで、当年これはね、あのー、年内は比較的簡単な集中当練って言っても、あのー、入門性が受ける、あのー、基礎当練よりは難しいですよ、はい、で年明けは標準以上レベルの実践当練が実施されます、ねはい、このように実際に答案を書く会も大変充実しますのでね 連をを通じて出力を高めましょうつまりね、ちょっと言っとくと、入門の人っていうのはね、これがついてるでしょ、論基礎当連、ね、論文基礎力完成当連だから、論基礎連とい連あの短縮形で言わせてもらいますよね。あと、あの年,年明けが合格当連ねで。両方ともね、似たようなもんです、レベルはね。はい、で中上級の人たちは あのまあ、だから集中討論やね、ええまあ、もう一回高めになるけど集中討論それから実践討論とちょっとハイレベルですレベルに差を設けてますねという違いがありますねはいじゃあ今度はねああそうそうそれであの「論文トリニティ」の講座の内容ねこんな感じでやっていくんですよ ちょっともうね、すでに論基礎とか受けた経験になる人からすると、おお、なんとなく趣が違うなと、ね、論基礎っていうのはこんな感じじゃないもんね、もうちょっとあの、使とテーマが、もうでかいテーマで、淡々とやっていくと、生じれってこういう感じですよ、担当の一問一問みたいな感じですよね、それに対して、ほら、党案構成、要件当てはめ結論、要件当てはめ結論みたいに、かたくなるまでにね、 型を身ににつけててもらうためにこうやってると、ね、これ問題後で見といてくださいそんなね難しくないよ、うん、入門の数も解けるような問題なんだけど、うん、ただやっぱりこう型紙についてない人はね頭で分かっても答案が書けないということがあるからそういうところからしっかりやっていくとはいねそれでテキストの中身ほら22ページから23ページにあるようにねうんで特にほら時期的要件なんかありがたいよねこれちょっと見てたら真相例だけどさ ちょっとピンクで塗ってくれ。これ勉強になるよ。新規製送済から1年いないよね。だって6ヶ月やったわけやろ。はい。で、そこで、はい、理由述べ,述べなさいと。まず言えないですよ。なんで6ヶ月から1年になったんですか、理由述べなさいだってどこの基本書にも書いてないんだら。ね。でも私はいち早く、はい、取り入れてます。TPP18.38 条の B というところに、はい、発明の開示が、 出願の日の前12か月以内に行われたものであることと規定されていることから6ヶ月を1年に変更したんですほらもうねいち早く取り入れてますよ多分どのテキストよりもこの点はいち早く取り入れてます、ね、で他のテキストを見るとねあのなあなあというか別に触れてませんよもうなんか特許庁が6か月が1年にしたからぐらいでね終わってるんですけど私はちゃんと理由付けもこうやってね TPP から来てるんだよと。 ね、ああ出典も諦める、TPP 共同担保するための特許改正について、平成28年2月12日、特許庁。ね、あ,あと何分ぐらい持ち時間あるあのそれによって、俺のまとめ方も工夫しますあと大丈夫、はい、そんな感じ、ね、論文って。だから、小事例と、ね、それから趣旨対策も、ね、趣旨もあれだよ語呂合わせも教えながらやっていくからね、ほら、いいか、これ、真相例の趣だよ。はい一切できない はめしゃに三、ねえー、発気をしゅし、はい、そぐわないほらね一切できないハメ者に濃く三発気を収し,ゅしそぐわないねリズミカルやろまあ最初は覚えにくいかもしれんけどねもう頭から離れなくなっちゃうよ一切できないハメ者に濃く三発気を収し,ゅしそぐわないねこれね論文に出なかったとしても口実役に立つからええね 論,論文で出なくても真相例ってもう毎年のように口実で出ますからね、はい、で出典もこれ新作に明らかにしてる、ね、青本には書いてないはいじゃあ今度は担当エミネントやね、うん、これはあの卓越したっていう意味がこうやってるんですけどやっぱね中上級だからよ俺あの入門生にはこう言うよとにかく担当に受かることが大事だだからね3十九でも何でもいいからとにかく受かりなさいと。 そういうい感じですとにかく受かってくれよっていう気持ちも込めながらしかしねまあ中上級の人たちにはそんな甘いことは言わない、ね、やっぱり受かるからには48ぐらいで受かれようと受かるからには48点ぐらい取ってくれとやっぱ中上級のねプライドを見せてくれと、えーまあ、つまり卓越した実力を見せてくれという感じだよね、えー、そんな感じなんですよね でこれは別にね、中上級でもあの入門者にも当てはまることを言うと、はい、ピンク、条文に始まり、条文に終わるよね、やっぱこれ大事にしようぜ、うんうんね、であのー、のもちろんね、入門の人は、担当基礎の完成講座というのがあるんですよ、そことの違いは何かというとね、あの一言で言うとね、えーっとまあ、俺の講座を受けた人なら分かるんだけど、 1>, 1年目の担当基礎力完成講座はたアドチのがありますちょっと今手元にないんだけどまあ見た,見たことのある人は分かるよねこんな分厚いテキストですこんな分厚いねでこれはねあのもう正直言いましていい点と悪い点がありましていい点はすげえ詳しいもうこれでもかと言わんばかりの詳しさねところがあのデメリットがありましてあの特に女性にはちょっと改善してくれって言われてるのは もう分厚いんですよ、ねまあ、男からしてみれば、ね、こう筋トレとかにもなるわあい、まあ、テキ適当ね筋トレにいいんじゃないのあれでも女性はね別に筋トレとかしたくないと思うんでねもう、あのー、コンパクトの方がいいと思うんですよだから私はねどちらかというと女性の意見に迎合しましてもうやはり、あのー、コンパクトの方がいいと、ええ、だからあのだからといって見荒れじほどコンパクトにしちゃうとねちょっと知識的に不足してしまう側面があると。 だから、一言で言います、はい、アドバンステキストとミアレジの融合ですわ、えー。これを測りました。だからもうそれだけで OK です。だからもう、あのー、なんていうのかな、もうあれもこれもそれも配るということではないです。えー、もうどちらかというと、情報の一元化というところに主眼が置かれているということですね。えー、ちょっと、あのー、時間がないからね、あのー、もうかいつまんでいうと、あと特徴的なところは丸、はい 福祉超付加価値のある一問一答集これがつきますえでこれはですねあのー、まあ1年目の詩のは残念だからないんですけどその代わりと言っちゃなんですが入門生立場ードがありませんで担当についてるんですよタードに問題が解説もついてるわ問題はついてるわねところが中上級はさっき言ったようにもう超コンパクトにしますのであの見やれシとの融合化を図って だからあのテキストの方はメインテキストの方には問題は一切載せませんそうすると逆にちょっと不安になるでしょいやちょっと問題演習もやりたいんだけどはいそこで完全にもう問題集化しましたええ、これはねあの劣化を売ってる体系別とは全然違うよあれはただの過去問集です、ね、あの私がゼロからこうあの若い条文順から作り直したもう一問一答集まさに もう一つ一つ丸抜でトレーニングしていくと、ねうんうん、そういう感じですわであとね大きさもね英語サイズ分かるかねあの法文集ぐらいの、ね、パテックやら三酸堂さんと同じぐらいのサイズのそうそう、ね、後ろにちょっとサンプル置いてあるからね後で見るといいですでこれね論文口述対策にもなってるんですよ実はほら論文口述を最終合格まで詰めもう使い込める問題集なんですね ええ、なぜならば普通の担当問題集と違って理由付けが基本書レベルから網羅されてるから普通の担当の問題集ってそこまで書いてませんよ、ええ、でもあの一問一答集そこまで書いてる口実問題集としても使えるとそんな感じですで,でまあテキストの見本ですけどね後ろにやるけどこの辺だけ見るとねなんかターンそっくりなんだけどもう見てください29ページまで見るとなるほどこういうことだとそう あの一軍の請求庫の趣旨、何ですか、はい、まあ、一番前の人、一軍の請求庫の趣旨、どうぞ、その通り、一覧性確保、私はね、重視してます、ほら、ね、つまり、この仮線と仮通のまとめをたった1ページもまとめてると、おそらく単純はね、そうじゃないよ、もう5ページも6ページにまたがって説明すると思うんですが、もうめくらなくて、こう、ね、し目で分かりたいよね。 そういうところ、あの主眼に置いていると思ってください。ね。で、次の三十三十一ページも条文はね、見開きで一覧性格好やし。最後をめくるとね、まとめのところは一ページだけで収まっていると。語呂合わせ付きで。そんな特徴があります。ね。まあ、やはり中上君にふさわしい。もう一年目の人がですね、全く同じような感じでやるとあ、あ、面白みが何ともないというか。それだったら、再受講受ければいいんだから。そうでしょう。 だからやっぱり新鮮味なる形で中上級の方が満足いただけるようなね形で、あの講義を展開して参ります。以上でございます。ね。はい、そんな感じで、皆さんの方から何か質問ありますかね。いいですよ。あの問題でも。大丈夫ですか。はい。じゃ、あの、私の方からは、あの、以上です。ということでね。あの、今日は私の方からですね。ええー、ね。 本試験で思考停止を防止する3つの方法ということでしたよね。まあ,あのその口座の宣伝に限らず、こういう役に立つな自分にとってと思うものがあったらね。あの、せっかくの無料講座ですから、どんどんね出てほしいなと思いますね。あのこれはもう入門の人でも中上級の人でも構いませんので、これからもまたどうして欲しい。参加してください。はい。以上です。どうも私の方からは以上でございました。